I'm excited. I've been waiting for this one to come out. これはどこか異国の小さな恋のお話です。あるところに小さな王国を取り囲む闇深い森がありました。昼でも薄暗い闇の広がるその森は魔女が支配し、人食いの化け物が徘徊する恐ろしい森でした。森の闇は奥深くへ行くほどに濃さを増し、人々はその闇を恐れ、森の中へ入る者はほとんどいませんでした。そんな恐ろしい森ですが、月夜の晩にはとても美しい歌声が聞こえてきます。声の主は狼を思わせる姿の化け物。彼女は自らの美しい歌声を誇らしげに、毎夜この小高い岩の上で月に向かって歌うのでした。そんな狼の歌に変わり者の客が一人、森に囲まれた小さな王国に住む人間の王子です。狼の美しい歌声に誘われて、いつの頃からか王子はめったに人の寄りつかぬこの恐ろしい森へ毎夜通うようになっていました。狼の歌が終わると王子はパチパチと拍手を送ります。歌声の主の姿は小高い岩の上に隠れて見えません。でもそんな姿も名前もわからない歌声の主への王子の興味は膨らんでいくばかりでした。歌い終わった狼はちらりと人間の王子を一瞥します。狼は人食いの化け物です。だから初めて王子が歌を聴きに来た時には、バカな獲物だ、歌い終わったら食べてしまおうと思っていました。Yeah, it's us. でも王子から無邪気な拍手を送られ、今まで歌を褒められたことのない狼は最初は戸惑いましたが、そのうちに悪くない気持ちになり、なんだか食べる気がなくなってしまったのでした。今では王子の拍手を楽しみに歌を歌うようになっていました。だけど狼は考えます。私の正体が化け物だって知られたら、人間の王子は怖がってもう歌を聴きに来てくれなくなるかもしれないと。狼は王子に姿を見られることを恐れるようになります。この日も歌い終えた狼は王子の拍手を聞きながら森の陰へと逃げるように姿を隠すのでした。そんな夜が何度か繰り返され、季節が変わる頃、今夜も狼は月に向かって自慢の歌を歌います。それは狼にとっていつもと変わらない静かな夜です。ですが王子にとっては特別な夜でした。王子はこの日小さな決意を抱いて森に入ります。
その決意とは、歌声の主に会うこと。歌声の主に会ってもっと仲良くなりたい。そんな気持ちを胸に、王子は小高い岩を登ります。歌っていた狼はその異変に気づくことができませんでした。ようやく気がついたのは歌い終えた時。いつもはすぐに鳴り響く王子の拍手が聞こえません。どうしたんだろうと足元を見てみると、すぐそばまで王子がやってきているではありませんか。姿を見られたら嫌われちゃう。狼は突然のことに大慌て。見られちゃいけない。そんな気持ちで大きな手を王子の目元へ伸ばします。その手についた爪が王子の目を引き裂くことになるとは思いもしませんでした。突然襲いかかってきた衝撃に王子は岩から足を滑らせてしまいます。この高さから人間が落ちたら、狼は慌てて王子の腕をつかみます。その時王子の腕に伝わったのは、ゾワゾワとおぞましい毛の感触。何もわからぬまま目を傷つけられた上に、得体の知れない恐ろしいものに腕をつかまれた王子の恐怖は一体どれほどのものだったでしょうか。王子は狼の手から逃れようと必死で暴れます。悲鳴を上げながらジタバタと。その悲鳴を聞いた狼は王子を怖がらせていることに動揺し、思わずするりと王子の腕を離してしまいます。どさ、王子は岩の下へと落ちてしまいますが、幸いなことに茂みの上に落ち、大きな怪我はないようです。狼に引き裂かれたその目以外はですが、その時王国の兵士が現れ王子のもとへ駆け寄ります。王子の悲鳴を聞いて近くを見回っていた兵士が様子を見に来たのです。岩の上に王子を傷つけた化け物がいるに違いないと、兵士は慌てて矢を放ちます。狼は王子のことが気がかりでしたが、矢の雨に追われては森の中へ逃げ込むしかありませんでした。深い傷を負った王子は少しずつ意識を失っていきます。その目と腕に忘れられない恐怖の記憶を深く深く刻みつけながら、あれから何度かの夜が過ぎて、化け物に顔を引き裂かれ光を失った王子は、王族として二度と人前には出せないと両親から失望され、お城の塔に幽閉されてしまいます。王子のことが気になっていた狼はお城の兵士の立ち話を聞き、王子が幽閉されていることを知ります。なんてひどい話なのと憤慨した狼は、王子の安否を知って忍び込むのでした。I was just about to sit here with story time. Oh.
Big oof. Really? とある一室にたどり着いた狼が目にしたのは、冷たい牢屋に横たわる王子の痛々しい姿。誰かが入ってくる気配を感じ、王子は顔を上げます。その顔にはまるで汚いものを隠すように大きな布がぐるぐると巻かれていました。王子、狼が思わず声を漏らします。その声は森で歌っていた人、声だけでわかるんだと狼が少し驚きます。うん、そうだよ、僕あそこで化け物に襲われちゃって。でも君は大丈夫だったんだね。よかった。王子は安心したように少し微笑みます。そんな王子の姿を見て狼の胸が少し痛みます。会いに来てくれてありがとう。でもどうやって。王子の素朴な疑問に狼は答えに困りますが、私は隣国の姫なの。王子のお見舞いがしたいって言ったら通してくれたわ。狼は王子の目が見えないのをいいことにとっさに嘘をつきました。それより王子がこんなところに閉じ込められるなんておかしいわ。でも僕、化け物に顔をぐちゃぐちゃにされちゃって、目も見えなくなったし、二度と人前に出ちゃダメだって。だからもう外には出られないと思う。王子はうつむきながら言いました。その目、森の魔女に直してもらおうよ。思わぬ提案に王子はキョトンとします。森の魔女？絵本に出てくるあの森の魔女？ Wow, Ichi, way to be, way to be vain. Wow. 森の魔女は何でも願いを叶えてくれる。きっとその目も直してもらえるわ。魔女は森の奥深くに住んでるんだけど、私が連れて行ってあげる。狼はいいことを思いついたとウキウキした様子です。だけど王子はうつむいたままでした。こんな僕を森の奥まで連れて行くのは大変だよ。それに僕の目を潰した化け物のおぞましい手の感触がずっと腕に残ってるんだ。王子は言葉に詰まり、その肩は小刻みに震えていました。王子の言葉に狼は目線を落とします。目に映るのはゾワゾワとした傷つけることしか知らない手。その手には
王子を傷つけた感触がかすかに残ります。王子をここから連れて行きたいけど、この化け物の手では王子の手を引くことすらできない。狼は強く強く手を握りしめました。そしてもう一歩王子の方へ歩み寄ります。王子、やっぱり私が連れて行くわ。狼の声に王子がゆっくりと顔を上げました。でも少しだけ待っていて、必ず迎えに来るから。そう言い残すと狼は塔を出て森の中へと走り出しました。一晩中森を駆け抜け、狼がその館に着いた頃には月は沈み、森は朝の光に包まれていました。突然の来訪者に森の魔女は目元を歪めます。おやおや、これは珍しい客だ。人食い狼がわざわざこの魔女の館まで、一体何の用かな。私を人間にしてここまで連れてきてあげたい人がいるの。ずる賢い狼に似合わぬ賢明な態度を見て、森の魔女はおかしそうにクツクツと笑います。人食い狼が人間にだって、面白いことを言うじゃないか。一体どうして。いや、おおよそ見当がつくから言わなくていいよ。魔女のあざけるような物言いに狼はぐるるとうなります。今にも噛みつきそうな狼を制するように、魔女は狼の鼻先に杖を突きつけました。もちろんその願い叶えてあげるよ。その代わり、分かっているね。どこからともなく無数に現れた禍々しく輝く怪しい球体のうちの一つを引き寄せ、魔女は愛おしそうにほおとため息をつきます。なんて美しいんだろう。どれ一つとして同じ輝きはない。She kind of looks like it, doesn't she? 魔女の手の中で球体はぼんやりと淡く輝きます。魔女は願いを叶える代償として、願いを持つ者の一番大切にしているものを魔法で取り上げ、悪趣味な結晶に加工して愛玩する収集家でした。美しさの隠し味は大切なものを取り上げられた無念の心だね。放つ光にほのかな禍々しさが加わり、最高のスパイスになるのさ。 It ran off crazy. I don't know where it went, dude. I need you to find it for me. お前のはどんな輝きを見せてくれるんだろうね。魔女は寝踏みをするように狼の瞳を覗き込みました。お前からはそうさ、その歌声を代償にいただこうかね。私の歌声を。狼は魔女の悪趣味を知っていたので、歌声を求められることは少し覚悟していました。それでも狼の心は揺れ動きます。王子が褒めてくれた自慢の歌声と王子の手を引く人間の姿との間に
そして。わかった。私の歌声を差し出すわ。その時、魔女のかぶっている仮面の口元が、まるでにやりと笑っているかのように、歪んで見えました。いい覚悟だね。交渉成立だよ。What do you mean you remember? It just came out today. 人生何があるかわからないけど、私は上機嫌だよ。せっかくだし、サービスをしてやろうじゃないか。魔女の目が怪しくきらめきます。お望みの姿に変えてやろう。ご希望はあるかい？その言葉に、狼は王子の手を引く自分の姿を思い描きました。お姫様みたいにして。You might have saw trailers, but the game wasn't out then. グツグツと笑みをこぼします。これはこれは。だけどいいのかい？あんたもお相手も人間の姿じゃ、ここまで来る前に化け物のお腹の中だよ。人間を連れてくることまでお見通しな魔女に薄気味悪さを感じながら、狼がそれは困るわと頭を抱えます。考えてなかったのかい。ずる賢い割に抜けてるところのある狼だよ。それじゃあ少しばかり交渉を加えてあげよう。いつでも狼の姿に戻れるようにね。魔女の指先に魔法の色が灯り始めました。狼の体を魔法の光が包み込み、光の一部は魔女のもとへ集まります。あんたの歌声は確かに受け取ったよ。魔女はクツクツと嬉しそうに笑います。そして狼の包む光がひときわ大きくなり、やがて収まりました。まだ狼の姿のままみたいね。拍子抜けした様子で狼は言います。ややこしい方式だからね。体が魔法になじむまで一晩かかるよ。用が済み、館を出ようとする狼の背中へ魔女が声をかけます。そうそう、月の光には気をつけるんだよ。狼の力は月の光を受けると強くなる。そしたら人間の姿でいるのは難しいだろうからね。わかったわ、ありがとう。もうすぐ人間になって王子の手を引いて歩ける。素敵なんだろう。期待と喜びで胸をいっぱいにしながら、狼は再び王子の待つ後ろへと駆け戻るのでした。魔女の館を出て一夜が過ぎ、狼は王子のいるお城の塔へ戻ってきました。一晩経ったら姫の姿へと変身できるようになる。狼は魔女の言葉を思い出します。王子はもう目の前です。狼は姫への変身を試してみようと思います。She's so pretty.
And Ichi over here talking about some ugliness. Such a dainty little jump. そのためには王子に檻から離れてもらわないといけません。そのちょっと檻から離れてくれる？うん、わかった。姫の言葉に戸惑いながらも王子は牢の奥へと下がります。 Doesn't just bust through, just disappears. There's no reason to. 姫は恐る恐る王子の手をつかみます。王子は少し怯えながらも弱々しく姫の手を握り返しました。歌声を引き換えてでも人の姿を手に入れてよかった。姫は王子の手のぬくもりを感じ喜びをかみしめます。さあ森の魔女のところへ行きましょう。ちゃんと私についてきてね。I know, right? Oh, I can't move with the D-pad. Okay. How does that work? Does he feel her leave the ground so he just jumps to her? Or she's just so strong she's just like, get up. こうして王子の目を治すため、化け物の森を越えて魔女の館を目指す。嘘つき姫と That would not be funny. That'd be very 始まったのです。 Okay. They don't jump very high either. Oh gosh, no, that'd be terrible. Get out of here. Get out of here. All right, come here.Right here. Get your ass out of here. Come here. Just maul them. Y'all think they're innocent, but when I hit them, you see those teeth? They look like they'd hurt the prince. And that can't happen. Alright, come here.It's actually lagging.